シネアミューズは東京都渋谷区道玄坂2丁目のフォンティスビル4階にあった映画館。1995年12月9日、日本の芸能事務所アミューズと日本の映画制作会社シネカノンの共同運営により開業。オープニング作品となった南京のキリストと幻の光はいずれもスマッシュヒットを記録した。 主にアジア映画を中心に上映する一方、ウォレスト、グルミットシリーズやサウスパークなどのアニメ作品やゲロッパ誰も知らないなどの日本映画に至るまで幅広いジャンルの作品を上映してきた。2008年、日本の人材派遣会社ヒューマントラストが映画館のネーミングライツを取得、同年12月20日より、ヤカタナを ヒューマントラストシネマ文化村通りと解消。リニューアルオープンして営業を継続したが、わずか10ヶ月後の2009年10月31日をもって閉館。最後の2週間となった10月17日から31日までは、さよなら工業として、サウスパーク、4月物語、明るい未来などを上映。通常工業の最終作品は、女の子物語であった。 この劇場の閉館後、千代田区有楽町にある、シネカノン経営の映画館、シネカノン有楽町2丁目が、同年12月4日より、ヒューマントラストシネマ有楽町に改称。東京テアトルと業務提携し、リニューアルオープンした。ヒューマントラストシネマ渋谷は、営業を続けている。当劇場が閉館した3ヶ月後の2010年1月28日に、シネカノンは、 民事再生法を申請した。シネアミューズのあったフォンティスビル4階は、その後、東京ダーツスタジアム渋谷を経て、グランサイバーカフェバグース渋谷文化村通り店が入居している。東京ダーツスタジアム渋谷ツイッターハット、グランサイバーカフェバグース渋谷文化村通り店、株式会社バグース、2016年11月5日閲覧、ありがとうございます。